坂口安吾二流の人は昭和20年10月安吾40歳の時に発表された中編歴史小説です「軍師官兵衛」でおなじみの戦国時代の大名黒田官兵衛後の黒田助水を小田原城北条氏攻めの第一部朝鮮征伐に関わり関ヶ原の戦いの前後までを描いた 第二部、二部構成で成り立っている小説です。今回は、そのうちの第一部、小田原攻めを朗読いたします。坂口暗号、二流の人。第一は、小田原にて。天正十八年、真夏の日盛りであった。小田原は、 北条征伐のさなかで、秀吉二十六万の大軍が、箱根足金の山、相模の平野、海上一面に包囲陣を敷いている。その徳川陣屋で、家康と黒田助水が会談した。この二人が顔を合わせたのは、この日が始まり、いわば豊臣家滅亡のくさびが一本打たれたのだが、 石垣山で淀君と遊んでいた秀吉はそんなこととは知らなかった秀吉が最も恐れた人物は言うまでもなく家康だその貫禄は天下万人の認めるところ天下万人以上に秀吉自身が認めていたがその次に黒田助水を恐れていた「黒田の傘頭は気が許せぬ」 秀吉は日頃方言したがあのチンバメ何をたくらむか油断のならぬやつだと思っている助水はひどく義理がたくて主に対しては忠親切のためには強いて父に重くようなことをやる笠頭びっこになったのもそのせいで彼がまだ小寺政元という 中国の小寺氏は織田と毛利の領有に挟まれて去就に迷っていたその時いち早く信長の天下を見抜いたのが助水で小寺家の体制は毛利につくことを自然としていたが官兵衛は主を解いて屈服させる即座に自らは岐阜に赴き木下藤吉郎を通じて信長に謁見 中国征罰を要請して、小手だけがその先方たるべしと勝手で出た。この時、官兵衛は、二十歳を越して、いくつでもない若さであったが、一生の不沈をこの日にかけ、いわば、ありがね全部を信長にかけて賭博を張った。持って生まれた雄弁で、中国の情勢、地理風俗にまで渡って数万年、信長の大軍に出陣をこい、 自ら手引きして中国に攻め入るなら平定容易であると言って改弁をどうする。すこぶる、信長の御意にかなった。ところが、秀吉が兵を率いて中国に来てみると、小出田政元はにわかに変身して、毛利についてしまった。官兵衛は自分の見通しに頼りすぎ、一心の突破に思い詰めて、 主家の思惑というものを軽く見すぎたのだ世の中は己を辛抱に回転すると安易に思い込んでいるのが野心的な青年の常であるが世間はさように甘くないこの自信は必ず崩れまた幾度か崩れる性質のものであるが崩れる自信とともに老いたるダバのごとくに衰えるのは落第性で 地震の崩れるところから新たに生いたち独自の進路を築く者が優等生勘兵衛も足元が崩れてきたから驚いたが独自の方法によって難関に対処した勘兵衛にはまだ父親が健在であったそこで一族同働を父につけてこれを秀吉の陣に送り役を守る自分は 単身小寺の城へ途上して強いて親切を全うした殺されるかもしれぬそれを覚悟であえて主の城へ戻ったいわばこれもまた一心を張った賭博であるがかかる賭博は野心児の特権でありまた生命だそして賭博の勝者だけが人生の勝者にもなる官兵衛は 主権の籠城に加入して親切を尽くした要は青年の夢のごとくに甘々と回転してくれぬからこやつ裏切り者であると土郎の中に込められる一刀両断を免れたのが彼の開運のもとであったこの開運は一命を張って得たもの生命を張る時ほど美しい人の姿はない 当然、天の恩寵を受くべくして受けたけれども、悲しいかな。この賭博日を再びあえて行うことがなかったのだ。ここに彼の悲劇があった。この暗黒の入道中に、笠頭になり、びっこになった。滑稽なる姿を終生追わねばならなかったが、また、有婚なる記念碑を追う栄光を持ったのだ。 こういうギリがたいことをやる。主に対しては中、命を捨てて義を守る。そのくせ、どうも油断がならぬ。戦争のうまいこと、戦略の狡猾なこと、外交駆け引きの妙なこと、臨機応変、奇策重大、行動の速力的なこと、見通しの的確なこと、話のほかである。 中国聖罰のさなかに本能寺の変が起こった。牢の中から助け出された官兵衛は、秀吉の威泊に加わり、軍議に検索していたが、今日から来た使者は、まず官兵衛の門を叩いて本能寺の変を告げ、取り次ぎを頼んだ。6月3日深夜のことで、使者はたった1日半で七十里の道を飛んできた。官兵衛は、 死者に主食を与え、固く口止めしておいて、直ちに秀吉にこの世を告げる。秀吉は、傍然自失。うなだれたと思うと、ギャッという声を立てて泣き出した。五分間ぐらい、天地を忘れて悲嘆に暮れている。いくらか涙の収まったところを見計らい、勘兵衛は膝擦り寄せてささいた。 天下はあなたのものもです。死者が一日半で駆けつけたのはまさに天の使者ちょうどその日の昼のこと毛利と和睦ができていたその翌日には毛利の人質が来るはずになっていたから本能寺の変が伝わらぬうちにと勘兵衛は夜明けを待たず人質を受け取りに行き理屈をこねて 手品のごとくに巻き上げようとしたけれども、もう遅い。か内坊という山伏が、これもまた風のごとく駆けつけて、敵に報告をもたらしている。勘兵衛は、そこで度胸を決めた。敵方随一の地将、小早川隆景を訪ね、楽屋をぶちまけて断判に及んだ。あなたは、毛利輝元と秀吉を比べてどういうふうに判断しますか 輝元は、かもなく不可もない平凡な旧家の坊ちゃんで、せいぜい親譲りの領地を守り、それをあなたのような知性のおかげで対価なしという人物です。天下を握る人物ではない。しかるに、秀吉は、東大の不運児です。戦略家としても、政治家としても、外交家としても、信長公なき後は天下の唯一忍者で、これに悲見し得る人物はまずいない。 たまたま本能寺の秘宝が2日のうちに届いたのも秀吉のためには天の使者で直ちに厳びをを巡らしてはせ戻るなら三秀では今日疲れ天下おのずから秀吉のものです柴田あり徳川ありとはいえ秀吉を選び得る者の,のみがまた選ばれたるものでしょう信長との和睦を秀吉との和睦に変えることです孫の賭けのようですがこの賭けをやりうる人物は あなたのほかにはまずいないあなたにもこれが賭博に見えますかいないなこれは自然天然の断りというものですよろしいか秀吉の出陣が早ければ天下は秀吉のものになるこの幸運を秀吉に与える力はあなたの焼中にあるのですだがあなた自身の幸運もこの中にある毛利家の幸運も天下の和平も あげてこの中にあり、ですな。高影は、温厚しかし、明敏過壇な政治家だから、官兵衛の解くところは真実だと思った。輝元では天下は取れぬ。所詮、人の天下に生きることが毛利家の宿命だから、秀吉に貼ってサイコロを振る。外れても、元金の損はない。そこで、 秀吉に人質を出して、責心を示した。けれども、勘兵衛は邪水深い。和睦もできた。いざ、光秀征伐に回れ右という時に、包みの水を切り落とし、満黙一面の湖水、毛利の追撃を不可能にして出発した。人は後悔するものだ。しかして、特に去る者の姿を見ると、 逃がしたことを悔ゆる心が騒ぎ出す。勘兵衛は、包みを切り、満目の湖を見て振り向いた。それから、馬を急がせて秀吉の馬に追いつき、ささやいた。毛利の人質を返してやりなさい。なぜ勘兵衛は、どんぐりまなこをぎどりと向いて、秀吉を見つめている。なぜだ 秀吉は、観客を起こして怒鳴ったが、官兵衛は、知らぬ顔の官兵衛で、廃道を廃道を、馬を走らせているばかり。もとより、秀吉は、万人の心理を見抜く天才だ。逃げる者の姿を見れば、人を追う。光秀と伏線をすれば、毛利の悔いはかき立てられ、燃え上がる。人質が燃えた火を消し止める力になるか。燃えた火はもはや消されぬ。 燃えぬ先水をまけ、まだしもいくらか脈はある。これも賭博だ。いないな光秀との一戦、天下不鎮の大賭博が、今彼らの宿命そのものではないか。あああ、下地近質かよかどう、返してやれ。秀吉は、高らかに笑った。だが、笠頭は食えないやつだ。 頭からつま先まで策略でできたやつだと用心の心が生まれた官兵衛は馬を並べて走り高らかな交渉ひやりと容器を覚えてしまったと思った山崎の合戦には秀吉も死をとした俺が死んだだと言って 楽天家も死後の指図を残したほど思い詰めてもいたし、張り切ってもいたのだ。ところが、兵庫へ到着し、いよいよ決戦近しというので、山上へ馬を走らせ、三下の軍用を一望に眺めてみると、奇妙である。戦闘の陣に毛利と浮田の旗が数十流風に吹き流れているではないか。毛利と浮田は、 たたった今和睦してきたばかり遠平を頼んだ覚えはないから驚いて勘兵衛を呼んだお前か遠平を連れてきたのは勘兵衛はにやりともしないどんぐりまなこを向いて大層もなく愛きょうのない声でむにゃむにゃとこう返事をした 小早川高陰と和睦の時、ついでに毛利の旗を二十両だけ借用に及んだのである。高陰は、異臭を察して笑い出して、私の手兵をそっくりお貸ししますからご遠慮なく、と言ったが、ええ、旗だけで結構です。軍兵の方は断った。浮田の旗は十両で、これも浮田の華道から借用に及んできたものだ。 光秀は、遠藤患者を出しているにそういない。患者地帯へ入ってきたから、戦闘の目のつくところへ毛利と浮田の旗を出し、中国軍の反乱を待望している光秀をがっかりさせるのだと言った。秀吉は、呆れ返って、左右の自信を振り返り、お、はい、聞いたか。戦争というものは第一が暴力だ。この鎮馬のやつ。 楠木正成の次に戦争の上手な奴だとうなってしまった。けれども、うなり終わって、官兵衛を自撮りと見た秀吉の目に敵意があった。また、官兵衛はしまったと思った。中国征伐、山崎合戦、四国征伐、抜群の意向があった女水だが、 もらった恩賞はたった三万石。小早川高景が三十五万石。戦国権兵衛という無類のどんぐりが十二万石の大名に取り立てられたのに割が合わぬ。秀吉は女水の策略を憎んだので故意に礼遇したが、女水の親友で秀吉の知恵袋であった竹中半兵に対しても同断であった。半兵は、 秀吉の敵意を恐れて引退し、助水にも忠告して、秀吉になれるな、出すぎると身を滅ぼす、と言った。助水は、自らを称して賭博士と言ったが、木至る時には、天下を的に一命を張る天来の少年が終生かさ頭に渦巻いている。もっとも、この少年は、戦国の諸将に共通の腹の底だが、 女水には薄気味の悪い実力がある。家康は実力第一の人ではあるが温和である。ところが黒田の傘頭は常に心の許しがたいやつだと秀吉は一人漏らした。女水は半兵衛の忠告を思い出してうっかりすると命が危ないということを忘れる日がなくなった。 九州征伐の時女水と戦国権兵衛は軍艦で今日の参謀長というところ戦後には九州一カ国の大名になる約束であ多たの武功を立てた女水は城攻めの名人でやぐらを作り高所へ大砲を上げて城中へ落とすその頃の大砲は撃つというほど飛ばないのだから仕方がない こういう陳酒も編み出した。ことにあたって策略獣王。戦えば常に勝ったが、一方の戦国権兵衛は単純な腕力主義で、諸突一方、石川五右衛門をねじ伏せるには向くけれども、参謀長は荷が重い。大敗北を被り、領地を召し上げられる始末であった。けれども秀吉は、毒手のない権兵衛連れが好きなので、 後日再びしかるべき大名に復活した。助祭は大いに武功があったが一国を与える約束が武前のうち六軍たった十二万石小早川隆景が七十万石さっさ成政が五十万石いささか総意が甚だしい。見通しは助祭の特技であるからこれは 引退の時だと決断した。伊達につけたるか笠頭赤尺星雲の志小寺の城中へ乗り込んだ青年官兵衛今伊豆子。秀吉自身知略に任せて随分出過ぎたことをやり再三信長を怒かせたものだ女水も一緒に怒られて二人並べて首が飛びそうな時もあった 中国征罰の時、秀吉と女祭の一存で、浮田と和平停戦した。これが信長の気に入らぬ。信長は、浮田を滅ぼして、領地を武将に与えるつもりでいたのである。二人は、危うく首の飛ぶところであったが、サルメンカジャは悪びねぬ。シャーシャーと、再三やらかして平気なものだ。それだけ、 信長を頼りもし信じてもいたのであるが、女水は後悔警戒した。系統の度も不足であるが、時事の念も弱いのだ。女水は、律儀であるけれども、天意無法の律儀ではなかった。律儀という天然の砦がなければ支えることの不可能な身に余る野望の化け物だ。彼もまた、 一個の英雄であり、優れた作詞であるけれども、不相応な野望ほど偉くないのが悲劇であり、それゆえ滑稽彰子である。秀吉は、女水の腹を恐れたが、同時に彼を軽蔑した。ある日、謹慎を集めて、よもやま話の果てに、どうだな、俺の死後に天下を取りあすは誰だと思う遠慮はいらぬ。 服造なく言うがよい。と、秀吉が言った。徳川、前田、賀茂、上杉、各人各説、いろいろと説の出るのを、秀吉は笑って聞いていたが。よろしい。まず、その辺が当たってもおる。当たってもおらぬ。しかし、大公の見るところはまた違う。誰も名前を挙げなかったが、 黒田のびっが爆弾小僧というやつだ俺の先行は、びっこの試薬によるところがずいぶんとあって、俺が根もやらず思案にくれて編み出した戦略を、びっこのやつにそれたなく問いかけてみると、げんかにぴたりと同じことを答えおる。分別のよいことを話のほかだ。高知無類、行動は天下一品、速力的で、心の許されぬくせ者だ。と言った。 この話を山名善光が女水に伝えたから、女水は引退の時だと思った。家督をせがれ長政に譲りたいと請願に及んだが、秀吉は許さぬ。あはは、びっこめ、用心深い奴だ。困らしてやれ。しかしまた実際秀吉は女水の知恵がまだ必要でもあったのだ。 死従の隠居きっかい千番。秀吉は、こうあしらい、人を返して何回となく頼んでみたが、秀吉は許してくれぬ。ところが、助水も必要だ。せがれの長政が人質の時き、万所の愛子をこむった。石田三成が淀君党で、主に対する万所派という大名があり、長政などは万所派の重鎮。 そういう深い絵にしがあるから万床の手を通じて執念深く願い出る周年のくらべでは女水に勝つ者はめったにいない秀吉も折れて四十そこそこの若さなのだから隠居して楽をするつもりなら許してやらぬ返事はどうじゃ申すまでもありませぬわしが隠居をいたしますのはこう思う一年からで 隠居して身軽になれば日夜思考しますます合法子の考えです嫌 <laughs> になるほど律儀であるから秀吉も苦笑してその言葉を忘れるなよし許してやるそこで黒田助水という初老の隠居が出来上がった天正17年小田原攻めの前年で助水は四十四であった ある日のこと、秀吉から茶の湯の招待を受けた。女水は野人気質であるから茶の湯をは,なはだ嫌っていた。狭い席に無糖で座るのは無人の心得でないなどと堅苦しいことを言って軽蔑し、持って回った霊式作法のアホらしさ、嘲笑して茶席に現れたことがない。秀吉の招待にうんざりした。 また嫌がらせかなと出かけてみると、茶席の中には愛客がおらぬ。秀吉がたった一人。地震の影すらもない。差し向かいだが、秀吉は茶を立てる様子もなかった。秀吉の切り出した話は、小田原征伐の軍略だ。小田原は、総運苦心の名城で、 謙信信玄両名の大戦術家が、おのおの一度は小田原城下へ攻め込みながら、結局失敗、敗戦している。けれども秀吉は、自信満々、城攻めなどは苦にしておらぬ。長母の兵力、物資の輸送、数時間にわたって軍議を遂げたが、秀吉の神通事は別のところにある。小田原へ攻めるためには、尾張、三河、 駿河を通って行かねばならぬ。尾張は織田信勝。三河、駿河、遠江は家康の所領で、この両名は、秀吉と漢家を交えた敵主であり、現在は、秀吉の騎下に属しているが、いつ威信を表すか、天下万人の風説であり、関心だ。家康の娘は、北条氏直の奥方で、秀吉と大治の時代、 家康は、保身のために、北条の関心を求めて、予告のごとく頭を下げた。両家の関係は、各密接であるから、同盟して反旗を翻すという恐れがあり、家康が立てば、信勝がつく。信勝は、信長の子供であるから、大義名分が敵方にあり、諸将の動向、を分裂も必死だ。さて、鎮馬 終わりと三河、この三河に古田ぬきが住んでいるて、お主は校者だが、この古田ぬき目を馬鹿しおわして、小田原へ行き着く手立てを聞きたいものだ。古田ぬきの揚力を封じる手立てが、小田原大臣の勝負どころというものだ。<laughs> そうですなあ。助水は、あっさり喧嘩に答えた。まず、 家康と信勝を先発させて小田原へ先着させることですな。これという奇策も他にはありますまい。先発の仲間に前田上杉などという古田抜の煙たいところをご指名なさるのが一策でござろう。殿下はゆるゆるとご出発、途中寸布の城などで数日のお泊りも一興でござろう。 しくじるときには、どう石橋を叩いてみてもしくじるものでござろうて。かあなあ、チンバメと、秀吉は叫んだ。彼が根もやらず死案にくれて編み出した策を、喧かに助水が答えたからだ。お主は腹くどいやつじゃのう。骨の髄まで策略だ。その手で天下が取りたがろう。へっ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  秀吉は、すこぶるのご機嫌だ。にやりと女水の顔を見て、どうだな、チンバ。茶の湯の効能というものがわからぬかな。お主は、きつい茶の湯嫌いということだが、<laughs> お主も、存外窮屈な男だ。俺とお主が他の席で密談する。人にも知れ、憶測がうるさかろう ここが茶の湯の一徳というものだ。なるほど。と、女水は思った。茶の湯の一徳はへりくつかもしれないが、自在奔放な生活をみんな自我流に組み立てている秀吉に比べると、なるほど俺は窮屈だ。と、悟るところがあった。ところが、いよいよ小田原方位の陣となり、 三ヶ月が虚しく過ぎて夏の盛り。秀吉の命を受けて、助水は家康を訪問した。この時、図らざる大人物の存在を助水は見た。頭からつま先まで弓矢の金言でできているような男だと思い、秀吉が小牧山で敗戦したのも無理がない。あの時俺がついていても戦は負けたかもしれぬ。 これは天下の癖者だと、密かに教壇の心が湧いた。ちょうど、小牧山合戦の時、折から毛利と浮田に教会争いの乱戦が始まりそうになったから、女水は、秀吉の命を受け、紛争和解のため、中国に出張して、暗黒地坊主と接傷中であった。親父に代わって、長政が小牧山に戦ったが、 秀吉無惨の敗北、秀吉の一生に唯一の黒星を記した「なるほど太りすぎた吹きみたいこやつは食えない化け物だ」と家康もまた律儀な笠頭びっこの怪物を眺めて鳥につぶやいたしかし組みしやすいところがあると判断した 2. 恩和な家康よりも黒田の傘頭が心が許されるというのは単なる方言で、秀吉が別格最大の敵手と見たのは言うまでもなく家康だ。名を捨てて実を取るというのが家康の持って生まれた根性で、どんぐりどもが名誉だ意地だと騒いでいるとき、土白将の精神で、 悠々実質を稼いでいた。変な例えだが、愛称についてこれを見ても、生活の全部に徹底した彼の根性はよくわかる。秀吉はお嬢さん好き、名流好きで、淀君は信長の妹、お市の方の長女であり、加賀の坪根は前田利家の三女、松の丸殿は京極高吉の娘、 三条の壺は賀茂おじさとの妹。三丸殿は信長の第五女。姫路殿は信長の弟、信金の娘。あるじ筋の霊場をずらりと目掛けに並べている。たまたま千の利休という町人の娘に振られた。ところが、家康と来た日には、あ茶の壺が遠州金谷の鍛冶屋の女房で、 全に岡目の,の方が岩清水八幡宮の修験者の娘西郷の局は戸塚何がしの女房で一男一女の子持ちの女その他上尾何がしの子持ちの御家だの甲州武士三井何がしの女房だのお松の方がただ一人武田信玄の一族でこれだけは素性が良かった。 目かけの半数が子持ちのご家で、家康は素性など眼中にない。ジュリア・オターという朝鮮人の次女にも惚れたが、これはキリシタンで目かけにならぬから島流しにした。伊豆大島、ハブの近くのオタイネ明神というのが、この次女の石踏みであるという。徹底した実質主義者で、無双子の甘さが微塵もない人であった。 秀吉は無双化の甘さがあったがことに処し,しては唐突に一大飛躍家康のお株を奪う地味な実質策をとる家康は小牧山の合戦に勝った途端に秀吉は織田信勝と単独和を結んで家康を孤立させ結果として秀吉が一足天下統一に近づいている 降参して実利を占めた。和談の席で秀吉は主の息子に背かれ、疑うれ攻められて戦わねばならぬ苦渋を訴えて手放しでわあわあと泣いた長い戦乱のために人民は途端の苦にあえいでいる死闘はいかぬ一日も早く天下の戦乱を根絶して平和な日本にしなければならぬ 秀吉は某だたる涙の中で狂うがごとく叫んだと言うが、腹の中では大民遠征を考えていた。まんまと秀吉の涙に満着された信勝が家康をといて、天下の平和のためです秀吉の受け売りをして、ご子息ぎまるを秀吉の養子にくれて和睦しては、と死者をやると、 家康は考えもせず、ああ、よかろう、天下のためです。家康は子供の一人や二人、煮られても焼かれても平気であった。秀吉は光秀を滅ぼしているのだから、自勢は秀吉のものだ。信勝は主の息子。一緒なら秀吉と争うこともできるけれども、大義名分のない死闘をあえて求める家康ではない。 焦ることはない。人質ぐらい何人でもくれてやる。秀吉は関白となり、日にましい静運に乗じていた。諸国の豪族に上諾朝礼を促し、大勢の者は朝敵として打ち滅ぼして、着々天下は統一に近づいている。一方、家康は、真田正幸に背かれて攻めあぐみ。 三方ヶ原以来の敗戦をする。重臣、石川和正が背いて、秀吉に投じ、水野忠重、小笠原定家、彼を去り、秀吉に着いた。家康落ち目の時で、実質主義の大達人も、この時ばかりは青年のごとく不手腐された。秀吉の促す上洛に応勢ず、責めるなら来い、蹴散らしてやる。 やけを起こして、木山も立てぬ。どうともなれ、と命を張って、自負、決起、盛んなることは、甚はだし。連日、野に山に狩り下して、秀吉の使者を迎えて、野原の真ん中で応接。信長公尊名の頃ろ、上洛して、名所旧跡みんな見たから、都見物の欲もないね。荻丸は秀吉にくれた子だから、 対面したい気持ちもないよ。秀吉が攻めてくるなら、身の字に待っているぜと言って追い返した。けれども、金持ち喧嘩せず、聖雲に乗る秀吉は、一向腹を立てない。この古狸が自分につけば天下の統一疑いなし。大事なかもで、この古狸が天下を背負って身の字にふてくされて力んでいる。 秀吉は適当に食欲を制し、落ち着き払うこと、誠にあっぱれな貫禄であった。天下統一という事業のためなら、家康に頭を下げて頼むくらいお安いことだと考えている。そこで、家康の足元をさらう実質的な奇策を暗出したのであるが、こういう離れ技ができるのも、一面無双化ゆえの特技でもあり、秀吉は、 外交の天才であったまず家康に自分の妹を与えて曲げて女房にしてもらいその次に自分の実母を人質に送り曲げて上洛してくれと頭を下げた皆の者をよく聞くがよい秀吉は軍神の前でまた機嫌よく泣いた。 俺は今天下のため洗礼のないことを歴史に残してみようと思う関白の母なる人を殺しても天下の平和には変えられぬものだふてくされていた家康も悟るところがあった秀吉は時代の寵児である天の時には我を通しても始まらぬ騙されて殺されても 落ち目の命ならいらない。覚悟を決めて上洛した。家康は天の時を知る人だ。しかし妥協の人ではない。この人ぐらいずぶとい腹、命を捨てて乗り出してくる人は少ない。彼は人生三十一、武田信玄に味方ヶ原で大敗北を喫した。 当時の徳川氏は微々たるもの。海内随一の賞を得た広州の大軍をまともに受けて勝つ自信は、花っ柱の強い三河武士にも全くない。家康の好戦的な家臣たちに、ただ一人の主戦論者もなかったのだ。たった一人の主戦論者が家康であった。彼は信長の同盟者だ。しかし、同盟、 必ずしも忠実に守るべき道理性のなかったのが当時の試しで、弱肉強食、おのおのが必死をかけた保身だから、同盟もその裏切りも欲得づくと命がけで生き延びた者が勝者である。信玄の目当ての仇は信長で、家康ではなかったから、負けると決まった戦争をあえて戦う必要はなかったのだが、家康ただ一人、 軍心を退けて主戦論を主張、断行した。彼も、この時賭博者だ。信長との同盟に忠実だったわけではない。極めて少数の天才たちには、最後の勝負が彼らの不断の人生である。そこでは、理智の計算を離れ、自分を突き放したところから、自分自身の運命を、いな、自分自身の発見を、 自分自身の想像を見出す以外に生存の原理がないということを彼らは知っている。事故の発見、想像、これのみが天才の道だ。家康は同盟というボド縄であえて己を縛り、己の理智を縛り、突き放されたところに事故の発見と想像をかけた。これは、 常に天才のみが選び得る火花の道。そうして彼は見事に負けた。生きていたのが不思議であった。大敗北。味方はバラバラに切り崩され、入り乱れ、前後もわからぬ苦戦であるが、家康はアシュラであった。家康が危うくなると家来が駆けつけてこれを助け、 家来の急を見ると家康が血統を振りかぶり助けるために一山にかけた夏目二郎左衛門がこれを見て目血走りはがみをした「大将が増兵を助けてどうなさる」目に涙をため家康の靴を浜松の方にぐいと向けて槍の絵で力いっぱい馬の尻を殴りつけ老いまる敵を突き落として討ち死にを遂げた 逃げる家康は総勢五機であった。敵が後ろに迫るたびに、自ら馬上に振り向いて弓によって撃ち落とした。顔も鎧も血で真っ赤。ようやく浜松の城にたどり着き、門を閉めるな開け放しておけ庭中にかがりをたけ言い捨てて奥の間に入り、久野という女房に窮地をさせて、 茶漬けを3杯それから枕を持たせてごどりとひっくり返って前後深くに寝てしまった堂々たる敗北ぶりは日本歴史の圧巻で家康は石橋を叩いて渡る男ではない武将でなければ政治家でもないけだしけうなる天才の一人であった天才とは何ぞや事故を突き放すところに 事故の想像と発見をかけるところの人である。秀吉の母を人質にとり、秀吉と対等の格で上落した家康であったが、太刀、馬、黄金を剣じ、主君に対する進化の礼をもって畳に征服、敬礼した。居並ぶ大将名、あっけにとられる。秀吉に至っては、 仰天狂気して家康を解くとしたが、秀吉を怒らせて一服もだれては話にならぬ。まだ先に楽しみのある人生だから、家康は頭に畳をすりつけるぐらい、へとも思っていなかった。秀吉は別室で家康の手を取り、押しいただいて、家康殿何事も天下のためじゃ。 よくぞやってくだされた、一生をに行きますぞ。と、感極まって泣き出してしまったが、家康は、その手を押しいただいて、畳に置かせて、殿下はもったいない。家康は殿下のため、剣馬の牢を惜しむものではございませぬ。ほどりともせず、こう言った。 とうとう三河の古田のきめを退じてやったと、秀吉は寝室で二次会の主演を開き、ポルトガルの船から買い求めた豪華なベッドの上にひっくり返って、さあ、日本が収まると今度はこれだこれだと、ベッドを叩いて酔っ払って眠ってしまった。小田原の北条は、 全関東の東梁、東国随一の豪族だが、すでに総運の威風なく、君心もにどんぐりの聖比べ、家門を知って天下を知らぬ平平盆盆たる旧家であった。時代について見識が欠けていたから、秀吉から上洛を促されても、成り上がり者の関白などは、と相手にしない。秀吉は、また辛抱した。 この辛抱が三年間。この頃の秀吉は、よく辛抱し、焦らず、怒らず、なるべく勘下を動かさず、天下を統一の意向である。法上の給料、沼田八万石を返してくれれば朝礼すると言ってきたので、真田正幸に因果を含めて沼田城を返させたが、沼田城をもらっておいて上諾しない。 北条の思い上がることをは甚はだしく成り上がりの関白が見事なぐらいからかわれた我慢しかねて北条征伐となったのだ秀吉は予定のごとく家康信勝、前田利家上杉景勝らを先発着陣せしめ自身は3月1日3代して窃盗を排除 十七万の大軍を率いて出発した駿府へ着いたのが十九日で家康は長久保の陣から駆けつけて拝謁秀吉を駿府城に泊まらせて凶王を至らざるところがない本多重次がたまりかねて秀吉の家臣の稲田部前で自分の主家康を罵ったこれはまたあっぱれ不思議な振る舞いをなさるものですな 国を保つ者が城を明け渡して人に貸すとは何事です。この様子では女房を貸せと言われても定めしお菓子のことでしょうな。と青筋を立てて地段打踏んだ。小田原へ着いた秀吉は石垣山に陣取り、一夜のうちに白紙を用いて偽城を作るという小細工を弄したがある日家康を山上の牢に招き、 関八州の大平野をはるか東方にさしていった。というのは昔の本にあるところだが実際は箱根丹沢に遮られてそうは見晴らしが利かないのである。ごらんなさい。関八州はわしの小中にあるが小田原平定後はこれをそっくりあなたにしんぜよ。ところであなたは小田原を居城となさるつもりかなむさよう。 まずそのお考えです。いやいや。と、秀吉は制して、山を控えた小田原の地はもはや自制の城ではない。二十里東方に江戸という城下がある。海と河川を控え、広大な翼屋の中央に位置して、物資と交通の用地だからそこにおられる方がよい。と教えてくれた。そうですか。万事をお言葉の通りにいたしましょう。 と答えたが、今は、秀吉の御意のまま、言いなり放題に振る舞う時と考えて、家康はこだわらぬ。秀吉の高機嫌の言葉には悪意がなく、好意と聡明な判断に富んでいることを家康は知ってもいた。二十六万の陸軍、加藤、脇坂、九吉らの水軍、都営二重に、 小田原城を包囲したが、小田原は、総運苦心の名城で、この時一人の名将もなしとはいえ、関東の豪族が手兵を率いて、あらかた三周牢城したから、兵力は強大。簡単に落とす見込みがつかない。小早川高景の検索を用いて、自給策を取り、領土を立つことにした。秀吉自身は、 ヨドギミを呼び寄せ、諸将おのおの妻目掛けを呼ばせ、館を作らせ、連日の主演、茶の湯。小田原城下は、戦場返じて日本一の陥落地帯だ。四方の王冠は、物資を運ぶ人馬の往来耐えることなく、商人は運襲して小屋掛けし、位置を立て、海運もまた、日に日に何百何千艘物資の豊富なこと。 諸国の名物はみんな集まる。見せ物がかかる。遊女屋が八方に立ち、剣譜を売る店、白来の品々を売る店、戦争に無縁の品が、羽が生えて売れていく。大名たちは、豪華な巨漢を作って、書院、隙屋。庭に草花を植え、招いたり招かれたり、宴会続きだ。この人中の連れ連れに、 女水が茶の湯をやり始めた。ところが、女水という人は、気骨に任せて茶の湯を嘲笑していたが、元来が洒落た男で、文筆にもたけ、和歌なども巧みな人だ。彼が茶の湯をやり出したのは、保身のため、秀吉への迎合という意味があったが、やり出してみると、秀吉などとは桁違いに茶の湯が板につく男だ。 小田原人が終わって京都に帰った頃は、一発ぱしの茶の湯好きで、利休や勝派などと往来し、その晩年は唯一の趣味のごとき短暦ぶりですらあった。一つには、彼の住む博多の町に、宗室、宗丹、宗休などという朱印船貿易の旧壮大な豪商がいて、茶の湯の友であったからで、茶の湯を通じて、 豪商たちと結ぶことが必要だったせいもある。ジョス水は高山右近の勧めで洗礼を受けキリシタンであったが、これも秀吉への迎合から近況令後は必ずしもキリシタンに忠実ではなかった。カトリックは天守以外の礼拝を禁じ、このおきては最も厳重に守るべきであったが、ジョス水は観光病を修理したり、 箱崎、鹿、両神社を再興し、また、春を交渉について参禅し、その皇帝、その皇帝、運営禅寺を宋福寺に迎えて尊敬厚く、去りとて、キリシタンの信教も終生捨ててはいなかった。彼の葬儀は、キリシタン教会と仏寺との両方で行われたが、世子長政の意思のみではなく、 彼自身の諸生の後の偽らざる現れでもあった。もともと、キリシタンの東海という世渡りの手段に始めた三千だったが、これがまた、除水の性にあっていた。忠義に対する礼遇、出る杭は打たれ、一見合法大落でも、天意無法に縁がなく、律義と反骨と、誠意と野心と、 虚心とたくだみと背中合わせの女水にとって禅のひねくれた虚心短懐は馬が合っていたのである彼の文次の教養は野性的射脱という性格を彼に与えたが茶の湯と禅はこの性格に適合し特に文章をひねくるときには極めて板についていた青年の女水は 何故に茶の湯を軽蔑したか。世間の流行に対する反感だ。王侯貴人の行であっても、その流行を潔しとせぬ彼の反骨の現れである。反骨は、なお不決となって、彼の欠陥をめぐっているが、両両たる青春の気骨はすでにない。反骨と野望は、すでに彼の追い腐った血で、 その悪霊に過ぎなかったある日秀吉は石垣山の籠城から小田原包囲の軍兵26万の軍用を眺め下ろして至極高機嫌だった持参は秀吉の天性で自身を顧みて大威張りしたどうだ物ども昔の話はいざ知らず 今のように二十六万の大軍を操る者が、俺のほかに見当たるかな。まずはなかろう。<laughs> その傍らに、如水がどんぐりまなこを向いている。これを見ると、秀吉はにわかに奇声を発して叫んだ。<laughs> はあはは、ちま。あ、そこにいたか。なるほど、貴様は二十六万の大軍がさぞ操ってみたかろう。 チンバなら、定めしできるであろう。ものども消え。チンバはこの世に俺を除いて二十六万を操るたった一人の人物だ。女水は、にこりともしない。彼は、秀吉に恐れられ、しかし、甘く見くびられていることを知っていた。女水は、歯のない番犬だ。主を噛む歯が抜けている。 だが、こういう時になぜ、いつも自分の名前が引き合いに出てくるのだろう。二十六万の大軍を操る者は俺のみだと相互して、それだけで済むことではないか。それは、女水の名の裏に別の名前が隠されているからである。歯のある番犬の名が隠されて、その不安が常に心中にあるからだ。それを、 女水は知っていた。その犬が家康であることも知っていた。その犬に会ってみたいという思いが、途程にたくましく育っていたのだ。三。小田原包囲104日。冠言のざわめきの中にも増言の飛び交うのは、どこの戦場も変わりがない。 話題の主は、主に家康と信勝で、宝城と通報して野衆をかける。欧州からは、伊達政宗が駆けつける手はになっているなど、流言、必ずしも根のないことではない。当の家康の家来どもが、流言の渦に結びながら腕をぶし、いつ野衆の首名下るか、猿る目を退じて、 あとはこっちの天下だと、こだぬきどもの胸残うで、憶測最もたくましい。ところが、家康は温和であった。これは、秀吉の用いた表現であるが、家康は温和な人だからよろしいが、黒田の笠頭は油断のできない奴だ、ということを言っていた。秀吉は山崎合戦で、 三秀を退治で天下を自分のものとしたが、三秀退治が秀吉一人の手によらず、織田維新連合軍というものによってなされたならば、天下の順は秀吉のところへ回ってこない。信長には子供もあるし、柴田という天下万人の許した重心もあり、これを覆す大義名分がないからである。秀吉は、 柴田と二羽にあやかりたいというので、羽柴という姓を名乗った。しかしながら、柴田といえども、信長の家臣だ。ところが、家康は家臣ではない。寸縁三の領主で、小なりといえども、一王国の主。信長の同盟国で、同盟国も格が下なら家臣と似たようなものではあるが、ともかく、 独自の外交策によって、信長と相結んだ立場であった。信長と信玄の中間に介在して武田の正情を食い止め信長の天下を招待した縁の下の力持ちが家康でもっぱら田舎周りの奔走頼まれでは姉川へも駆けつけて急を救う越後の米つき白将のごとき精神を一貫行動した。 下国上は当時の自然で、保身、利徳、立身のために同盟を裏切ることは天下公認の合理であったが、家康の同盟二十年、全く裏切ることがなく、もっぱら利徳の香りしか知らぬ本命に終始して、信長の頂戴を図るために剣馬の労を致したのである。土白将の律儀であった。須長人の 貯金精神というものだ。けれども、一新一王国の存亡をかけて、ニコニコ貯金に加入する。百姓承認に似て、最も叱らざる者。天下にかけて命を張った賭博者は多いけれども、ニコニコ貯金に命を張った家康は独特だった。本能寺の変が起こったとき、家康は堺にいた。 武田勝頼大治の先行で駿河を分けてもらったから、そのお礼挨拶のために穴山売雪と上洛して、六月二日という日には堺に宿泊したのである。平時の旅行であるから、近親数十人を連れているだけ。兵力がないから、本能寺の変とともに、驚くべき速力を持って堺を逃げ出し、逃げ足の早いこと。 あの道この道と逃げ方の巧妙なこと、さすが戦争の名人である。穴山売説は逃げる途中にとらわれて王子を遂げたが、家康は無事岡崎に帰着して軍兵を催し、いざ改めて出陣という時には、光秀大事に及び騒動という秀吉の使者が来たのである。家康は不運であったが、しかし、 秀吉も家康も死位の状況によって自然に天下を望む自分の姿を見出すまで不当に天下を狙い野望のために身が痩せるということがなかった木下藤吉郎は柴田と庭にあやかるために羽柴秀吉と改名したが秀吉の御謙遜だというのは後日の大公で判断しての話で改名の当時は 全く額面どおりの理由であったに相違ない。彼の夢は地位の上昇とともに育ちはしたが、信長尊明の限りは信長の信、これが夢の限界で信長の第一の信、それから信長の後継者、そういう夢はあったにしても、本能寺の変、光秀退治、自然の通路が開かれるまで、それを狙いはしなかった。 家康の夢は一層地道だ。親代々の今川に見切りをつけて、信長と結んだ家康は、同盟二十年。役を守り、義にたがわず、信長保険の利息だけで大なく暮らし、しかも、冷静な利息のために、彼の成した新労は甚大で、信玄との一戦に、一命一国をとして戦う、東道の斧。この時、 万一の行行すらも考えられぬ戦争で、獅子類。瑠。家康は明けに染まり、偶然斧を振り上げて、辰車の横っ面を引っかいたが、手の爪を剥がした。目先の利かないことおびただしく、ミスミス負ける戦争に命をかけ、義を守る。小利口な奴には及びもつかぬ芸刀で、時に際し、利害、打算を念頭になく、 一心の運命をかけることを知らない奴に、いわば芸術的な栄光はありえない。芸術的とは、宇宙的、絶対的の世界におけるということである。信長の王子、天下が俺に来るかもしれぬと考えたのは、家康もまたこの時だ。けれど、も、天運に恵まれず、堺に旅行中であったから、 方法の手で逃げて帰る。秀吉にしてやられて、天下は彼から遠のいた。けれども、織田信雄と結んで、秀吉と戦うことになって、にわかに情熱は爆発する。天下を思う興奮は、身の内をたぎり狂って、家康時に四十の青春、初めて天下の恋を知った。破竹の秀吉を、 小牧山で叩きつけて戦争に勝ったが外交に負けた上昇期の秀吉はまさに破竹であった根根尽きず全貌気略の内出の小槌に恵まれていたのだ秀吉はあっさり信勝に降伏して単独和議を結び家康の戦争目的大義名分というものを失わせたから負けて勝った 家康も負けたような気がしない。秀吉信勝両名の和議成立に祝福の使者を送って、小作我関せず、落ち着き払っていたけれども、信濃たりに反乱があって、田舎周りも奔走にかかずらううち、秀吉は着々天下統一の足場を固めて、二人の下りの隔たりが誰の目にもはっきりしたから、 家康も一代の焦りを見せた四十の恋というのがあるがこれも四十の初恋で家康ついに青春を知り知事に見られふてくされて喧嘩を売ろう喧嘩を買おう規格に大小違いあわっても恋の闇字に変わりはないけれども本然として目覚めた上濁に応じ進化の霊をもって 秀吉の前に平服したが、四十の初恋、この幻を忘れるであろうか。けれども、一び目覚めた時、彼の鳥を図りうる一人の人もいなかった。秀吉は彼に大納言を与え、続いて内大臣を与える。時人は彼を目して副将軍のごとくに認めたが、 その貫禄を与えることが彼を恩和ならしめる手段であると秀吉は信じた。幽心、未だぼつ,ぼつたる秀吉は死後の社食のことなどは霞を隔てた話であったし、思いのままに回り始めたがパノラマのハンドルを回す手加減に有頂天になっていた。家康という人はおだてておけば恩和な人だ。 俺の膝の上に乗せてみるから黙って見て俺。こう自信に言う秀吉だ。小田原人でも、家康を陣屋に招いて、軍心の居並ぶところでおだて上げて。大納言、気候は海内一の弓取りだから、この戦争では作戦万事ご指南を頼む。皆の者も戦略は徳川殿に聞くがよい。臆面もなくわめき立てて高機嫌。 ところがある日のことである。秀吉は、列座の大名どもに、服装なく威張り始めていたのである。いにえにクスの騎士あり、闘魂は豊臣秀吉ここにあり、日本一の兵法の達者とは俺のことだ。戦えば必ず勝つ。負けた試しは一度もない。古今東西天下無敵。 すると家康が、にわかに化粧ばみ、まいを正して一ひ膝ひ乗り出した。これは不思議。いささかお言葉が過ぎてござる。殿下は小牧山で拙者に負けたではござらぬか。余人は知らず、拙者の控える目の前で日本一の兵法家はやめにしていただきたい。開き直ってこう言った。 膝元からいきなり袴に火がついたとはこのこと。秀吉満面に赤を注ぎ、しわだらけの小さな顔に感触の青筋だらけ、喉が詰まって声が出ぬ。プイト立ち、荒々しく奥へ消えた。この始末やいかに。残時して、元の陽気なサル猿綿狼。機嫌を直してニコニコ現れたのが秀吉で、 いやはや大失敗円光きより墜落じゃ小牧山で三河のたぬきに負けたことがあったとは残念千番大名どもは呆れ返った自慢の仕返し子供みたいに臆面もなく開き直って食ってかかる古狸の家康元より主席のざれ事のわからぬ男であろうはずがないのだから 開き直る方が結局、秀吉を安心させるということを心得た上での芝居だろうと判断した。家康は老快だから、と言って、自身たちも家康の手の込んだ芝居を秀吉にほのめかしたが、秀吉は笑って、お前たちはそう思うか。一応当たっているかもしれぬ。しかし、家康は案外あれだけの気の良いところもある神社。 お前たちにはまだハからぬ、<laughs> と言った小田原方位百日流言などはどこ吹く風である日秀吉はたった数人の自震を連れ家康の陣へ遊びに行った井伊直政がにじり寄って目の玉を怪しく光らせて家康に囁いたの。 サルメを殺すのは今でござる。夢を見て寝ぼけるな。隠し芸でも披露して関白を慰めもうぜ。家康取り合わぬ。秀吉は複雑なく酔っぱらった。はしご酒というわけで家康を促し、連れ立って信勝の陣営を仕掛ける。小田原は箱根の山々がくっきりと。 晴れた日は空気にもやが少なくて、道は輝き、影くどく、非常に空の澄んだところだ。馬上から野田に働くひなには稀な娘を見つけて、あーい、俺は関白秀吉だ。俺のうちへ遊びに来いよ。待ってるぞ胸毛を風になぶらせて怒鳴っていく。 しかしながら、秀吉は、独り立ちのできない信勝を、独り立ちのできないゆえに警戒した。彼の主、信長は、その終生、足利義明に悩まされた。この十三代将軍は、独り立ちのできない作詞の見本である。三吉松永を覆滅して、足利家最高のため、終生他力本願。 もっぱら人のふんどしをあてにして、陰謀・を昭作を終生の行としたのである。佐々木定に頼り、武田に頼り、朝倉に、上杉に、北条に、最後に信長に頼って目的を達し、十五代将軍となることができた。そこで、年下の信長を、屋面もなく、父信長などと尊敬して、大いに得としながら、 早速裏では、父信長を殺すことを考えて、本願寺に密使を送り、信玄と結び、朝倉、浅井、上杉、毛利、信長と兄弟分の徳川家康、手当たり次第に密使を差し向けて、信長退治の触れを出す。一応の大義名分のあるところ、本人自体が無力なほど始末が悪く、 不断に陰謀の削減地である。信長の婚客ぶりをうんざりするほど見てきた秀吉であるから、小田原陣が終わり、己の足場が固定したのを見定めると、信勝の領地を没収して、秋田に入る。温和な狸の動き出す根を絶やしてしまった。当時、中部日本、西日本は全く平定。 基準せぬのは関東の北条と欧州だった。この欧州で、自ら欧州短大をもって認じ、井戸の中から北国の雪空を見上げて力み返っていたのが伊達政宗という田舎豪傑である。この豪傑に固めのないのは有名であるが、時に24歳、残切り神という異形な姿を故意に愛用し、 西に東に隣近所の称号族を攻め立てて領地を広げ、北の片隅でまるで天下に恐るものもない気になっていた。政宗は田舎者ではあるけれども野心と高知にかけては黒田助水と皇つい、前田敏家や徳川家康から小田原人に参加するようにという秀吉の胸を受けた彰星の来るのを、 口先だけでうやむやにして、この時とばかり、近隣の豪族を攻め立て、領地を広げるに明実もない。家康が、北条と通望して、秀吉を滅ぼすだろうという流言をまともに受けて、そのどさくさに、一気に京都へ攻め込んで、天下を取る三段まで空想。むやみに興奮して、 近隣をなぎ倒していたところへ、家康から手紙が来た。待ちかねた手紙であるが、甚ははだ冷静なる文面、思いもよらぬ手紙である。秀吉への基準、小田原攻めの火星を進め、天下の赴く勢いというものを解き、遠からざる北条の滅亡を断じ、北の片隅の孤独な施策には計りきれぬ。 天下の代が妖怪のごとくにじみ出ており、反乱どころの話ではない。百年この方、秀吉の番頭を務めているかのような家康の手紙であった。正宗の背筋に、にわかに恐怖が走った。野心と高知の凝り固まった田舎豪傑、思いもよらぬ天下の容器を監督して、果てもなく不安に沈み、混乱する。 遠からずして、北条が滅亡する。二十六万の大軍が余生を買って欧州へ攻め込んでは身も蓋もない。目先は保なぬ男であるから、即刻小田原へ駆けつけて、秀吉の機嫌を取り結ばぬと命が危うい、ということを一途に思い当てていた。下級の陣ぶれ、世に火を継ぎ、慌てふためいて箱根に到着。 神便ただただ火星を申し出る。秀吉は石田三成を差し向けて、まず存分に不信をなじらせたが、この三成が全身高知と単力、冷水のごとき観察力、批判力で腹渡にえぐりこむ言葉の鋭いこと。言い訳、神便、三杯苦杯、蒸気の釜のごとき欧州弁で豆の汗を流した。 才能の限度について根底から自信がぐらつき、秀吉の威力の前に心身のすくみ消える思いである。その翌日が越見の日で、登る石垣山一里の道、図書に惹かれる牛の心で、生きた心持ちもなく広間へへいつくわっていると、がらりとふすまが開いて、秀吉が真夏のこととは言いながら素肌に陣羽織、 前触れれもなくちょどちょょ現れてきた。いやーご苦労ご苦労よくぞ来てくれたな遠路大変だったろう何を置いてもまず一んじゃこれを支度をいたせというので政宗の夢にも知らぬ珍味加工豪華尽くせる大宴会これが野戦の陣地とは夢また夢の不思議である石垣山の崖上へ 正宗を連れ出して小田原城包囲の陣形を指し田舎の小競り合いが心情のお前にはこの大陣立の見当がつくもいなそれそこが早川口伊豆の通路がここで塞がれているからこっちの浜辺を水軍で固めると伊豆からの連絡はもうできぬ小田原の地形関八州の交通網を指摘して二十六万の陣立てを解説して聞かせる いかなる仕置きかと思い詰めてきた二十四の田舎豪傑。残り頭の見えなどは忘れ果てて、ただただ呆然。素肌に陣羽織、猿芝居の猿のような子男が、箱根の山よりも大きく見えてしまうのだった。この人のためなら、水肥を厭わずという感動の極みに達した。とはいえ、欧州短大を辞任する 正宗の威力必ずしも小ならず。彼を待望せる北条の失望を落胆以下ばかり。これも一重に家康の尽力である。家康は北条氏勝に死者を差し向けて氏政の陣から離脱させたり、小田原城内へ地下道を掘り、これをくぐって城内へ侵入、もぐら戦術によって敵城の一角を崩したり、 辛抱奇策の一端を披露に及んで、慶軍の一角、忠実無視の番頭ぶり、頼まれもせぬ米をついて大汗を流している。早春始めた包囲陣に、真夏が来てもまだ落ちぬ。石田三成、橋場勝利に命じて、降伏を勧告させたが、都道に終わった。 十万余の大軍を持ち、兵糧弾薬に不足を完全の牢城軍は、死位の情勢に不利を見ても、牢城自体に差したる不安がないのであった。浮田秀家の人所の前が、北条重郎氏房の持ち口に当たっていた。そこで、秀家に命じ、氏房を返して降伏を勧告させる。秀家から、 宇ジフの陣へ使者を送って、長々の防戦を見事、継承ながら牢上の石鬱を慰めていただきたいと言って、南部酒と先代を持たせてやった。宇ジフからは返礼に江川酒を送って起こし、これを機会に交わりの手鶴を作って、秀家、宇ジフ両名が、おのおのの櫓へ出て言葉を交わすということにもなり、 宇治政府氏に幸福を勧めてくれぬか。武蔵、相模、伊豆三国の領有は認めるかだと取り継がせる。宇治房自身に和睦の心が動いて、この胸を宇治政府氏に取り継いだが、三国ぐらいで猿の下風に立つなどとは話の他だと受け付けぬ。北条随一の重臣に松田則秀という執権がおった。 松田家は、宋雲以来、ここを抜越の名家で、数期に預かり、誠意を振るっていたが、範秀に三人の子供があって、長男が新六郎、次男が様之助、松男が段三郎といった。古来、上は蘇我、藤原の大臣家から、下は呉服屋の白ネズミどもに至るまで、ここを抜越の名家に限って、 死刑が自然、主刑を売るに至る。門伐政治の免れがたい通兵であるが、新六郎は先に武田勝頼に通じて主刑に弓を引き、打ってに負けて降参。累代の名家であるからというので、命だけは助けられたという代物であった。父、範秀と相談して、裏切りの心を固め、秀吉方に密誌を送って、伊豆、 相模の恩賞、死子孫孫、威灰アルベカラズという症状をもらった。六月十五日を期し、堀秀春の軍兵を城内へ引き入れて、一挙に攻め落とすという手はずを立てた。ところが、次男の様之助は、養殖美霊で、年少の時から宇治直の古将に出て、蝶をこむり、日夜側近を離れず奉公を励んでいる。 たまたま、父の館へ帰ってきて、裏切りの話を耳に留め、不敬をいさめたが、入れられる段ではない。父を裏切り、一門を滅ぼす漢族であるというので、父と兄が刀の絵に手をかけて、おざめて殺気立つから、私の間違いでありました。父上、兄上のご決意でありますなら、私も威灰はいたしませぬ。と言って、いっときをごまかした。 けれども、必死の裏切りであるから、のりひ六しんろくろうも油断はない。宇治直に訴えられては破滅であるから、様之助の寝室に見張りのものを立てておいたが、様之助は、具足室に身を潜め、具足を本丸へ届けるからと称して、故障に担ぎ出させ、無事、宇治直の前に立ち戻ることができた。父兄の陰謀を訴え、 密告の恩賞には、父、兄の命を助けてくれと懇願する。範秀、新六郎は、時を移さずに囚われて、様之助の口中、哀れむべしというので、首をはねず、ろう者に込める。寸前のところで、陰謀は泡と消えた。この裏切りに最も喜んだのは秀吉で、大いに心を打ち込み、 小田原落城万前にありと北曽縁でいたのであるが、暗に相違の失敗。憎い奴は様之助という小僧であると、怒発天をついてはがみをした。何がな工夫をめぐらして、打開の方策を立てねばならぬ。秀吉は、薬と笑って、助水を召し寄せた。助水は、小田原人の頃から、めっきり差し出口を控えてしまったが、 表向き隠居したせいでもあり、同時に、秀吉の伊曝では、石田三成が頭をもたげて一切の相談に預かり、除水の影は薄くなっていたのである。三成の小僧のごとき、除水は眼中に入れていないが、流れる時代、人災もまた常に流れ、よどみの中に川の姿はないのである。目の玉を向き、 黙々天下を横に並みに控えているが、女水はすでに川のよどみに落ちたことを悟らない。なおまんまたる色気、万作つきたら俺に頼め、という意気込みの衰えることのない男。秀吉は苦笑して、これよ、即刻、チンバメを連れて参れ。深夜であった。改めて。 徐水の放寸を尋ね、手段を求める。腹中、常に策を潜めて、怠りのない徐水であるが、諸女の眼臭、少々は、熟慮の風もして、慎みのあるところを見せればいいに。さらばと膝を乗り出して、待っていました、と、喧嘩に答える。徳川殿を患わす一手でござろう。あの陣以外に人はござらぬ。 北条の縁者であるし、関東の事情に精通し、和談の使者のあらゆる条件を具備してござる。三成など青二歳の差し出る幕ではないのに、この人を差し置いて三成だ、秀家だと手間のかかったことを、これくらいの道理がお分かりにならぬか。という鼻息であった。秀吉は、心得ているから高機嫌。やかろう万事任せるから。 大納言の陣へで向いてしかるべく運んでまいれ。万事任せてしまえば何かしら手土産を持って戻ってくる女水。その翌日は焼けるような炎天だった。女水は徳川家康の陣へ出かける。家康と女水、この日まで顔を見たことがない。顔ぐらいは見たかもしれぬが、 膝突き合わせて語り合うのは初めてで、温和なタヌキと律儀な策士と、あんあんうちに相うるしたから、遠く関ヶ原へ続く妖うの一ひ,ひらがこのとき生まれてしまった。頭からつま先まで弓矢の金言でできている大将だと、助水はたった一日で最大級に家康を買いかぶる家康は四十の初恋。 すいは四つ年少の弟だったが、この道にかけては日本一の苦労に。下世話にいう十五六から色気づくとは彼のこと。ち儀な顔はしているが、あた姿、たまも忘れがたし、思うはただ一人の人。まさしくこの恋人はかけがえのない天下ただ一人。いわば恋ど同士であるが、 仕方がなければ百万石で間に合わせるという手もあるし、恋き同士は妙に親近感に惹かれるもので、まして振られた同士ではあり、振られた同士というものはいたわりあった挙句の果てに、結局実力の足りない方が恋の手引きをするような妙な巡り合わせになりがちなものだ。家康は女水の口上を聞き終わってうなずき。 なるほど。お説の通り、わしの娘は宇じの女房で、わしと宝城は数年前までは同盟国、実婚を重ねた間柄です。ところが、実婚とか演辺は平時のもので、一旦敵味方に分かれてしまうと、これがまた花ははだ具合の良からぬものです。いろいろと含む気持ちが育って、ない角も立ち、 和議の使者としてこれくらい不利な条件はないのですね。と言って拒絶した。女水が家康を見込んで依頼した工場と阿部小屋の理屈で逆をつかれたのであるが、理屈をまくし立てると再現を知らぬ口出し者の女水。ところが、この時に限って、あはは、さようですが、とあっさり飲み込んでしまった。 女水は、家康に惚れたから、持ち前のつむじを曲げることも省略して、飲み込みよろしく引き上げてきた。秀吉に対する憤満の意識せざる紛失であった。いな、秀吉に対する秘密の宣戦布告であった。女水は、邪念に疲れた救われがたい猛衆の男。家康の始終の恋に目を留めたが、 その実力、秀吉に結構する大人物と評価して、にわかに複雑な構想を得た。この人物に親睦すれば、再び天下は面白く回り出してくる時期があるかもしれぬ。天命は人事をもって計り方し、天命果たして徳川家康に幸いするや否や、にわかに眼前青空開けて、除水は思わず、 百尺のため息を吹き、猿目の前には隠居したが、また人生は巻き直し。何食わぬ顔、秀吉の前に立ち戻り、徳川大納言の口上はこれこれだめでござった。しかし何、北条を手なずけるくらい人の力は入り申さぬ、拙者一人でたくさん。吉報をお待ちくだされい。へでもない顔つき。 自ら氷金で大役を買って出た盛んな決起は持ち前の助水であったが人生巻き直しの構想を得た大興奮に生きがかりを忘れムクムクと少年が動いて大役を買ってしまった四助水は城中へやぶみを送って和睦を進める第一弾の工作にかかり ついで井上平兵衛を使者に立てて酒にたるかす漬けの方を十尾を沈没として籠城の石鬱を慰問せしめる氏政からはこの返礼に鉛と火薬各十貫目を届けて城攻めの説の御用にという挨拶城中の弾薬貯蔵をほのめかす手段でもあったが実際鉄砲弾薬の貯蔵は豊富であった これは、先代宇治安の用意で、彼は、信玄、謙信と争い、譲るところのなかった領性であり、当代宇治政は、単に先代の豊富な遺産を受け継いだというだけであった。そこで女水は、さらにこの当霊と称し、単身小田原城中へ乗り込んだ。片子もに袴の軽装、身に寸鉄を帯びず、 立ち姿は立派であるが、これが尾っこを引いて、たった一人、ぐらりぐらりと乗り込んでゆく。存分用意の名調し、熱演まさに2時間、時去り時来たる。時期が良かった。伊達政宗の敵陣参加で、城中の意に動揺があったところへ、松田範秀の裏切り発見。随一の重心、執権の反逆であるから、 将兵に与えた打撃深刻を極めている。宇治政も和睦の心が動いていた。助水は四国、中国、九州の例を引き、長祖部、毛利、島津だ、和談に応じた者はいずれも加盟を損しておる。師匠の信長は、歯向かう者は必ず死死孫孫根絶せしめる政策の人であったが、 その後継者、秀吉は、和戦政策に限って、全くそのなすところ逆である。武田勝頼が天目山に自陣の時、秀吉は中国征伐の陣中でこの報告を聞いたが、思わず超大足。あたら、両将を殺した者よ。甲斐、死なの二カ国を与えて北方短大、長く剣馬の牢を尽くさせる者を。 と嘆いた。同じ陣中にいた女水は、目の当たりこの超大則を見て、秀吉の偽らぬ真実を知ったのである。これのみではない。秀吉と女水は、二人合作の上で、浮田と和議を結び、信長の怒りにあって、危うく命を失いかけたこともある。けだし、信長はあくまで浮田を滅ぼして、 領地を部下の諸将に与えるつもり。しかし、秀吉は木下統治治郎の昔から和光をもって第一とすること、誰よりも助水がよく知っている。今や日本六十余種。庶民はもとより武将に至るまで、長々の戦乱に生み、和平を求めておのずから秀吉の天下を望んでいる。これを天下の勢いという。過去の名約。 累代の定義のごときもこの体制の赴く前では水の泡に異ならぬしかも天下の体制はますますとうとうたる大流となって秀吉の統一を望む形成にあるのだからこの大流に逆らうことや最も具秀吉の内位は和平幸福の僧与として武蔵相模伊豆三国を存続せしめるというのだから 和議に応じ祖先の祭祀を絶やさぬ分別が大切である和平条約の実行についてはよろず位牌のないこと自分が神明に誓うからと言ってこんといた女水の熱弁心情あふれ和談の死者の向上を遠く外れて即々たるものがあるからかねて和平の心が動いていた氏政は思わず口上にほろりとした そこで、日光一文字の名刀と、東鏡一部を送って、厚く牢をねぎらい。その日は即答を避けて、女水を返した。この報告を受けた秀吉は、大いに喜び、女水の言うままに、武蔵、相模、伊豆三国の領有を許す旨を、静止に書いて、直家番を押した。女水は、これを携えて、 小田原城中に取って返し、重ねて宇治政を解く。うじまの心も定まって、家臣一同の除名を請う。いわば、無条件降伏である。和談は成立。除水の老を解くとして、宇じなおからは、ホトトギスの琵琶という宝物などが届けられたが、一族率いて軍門に下ったのが、七月六日であった。 ところが、幸福に先立って、松田則秀を引き出して、首をはねた。これは一応、もっともな人情。裏切りを憎むは平器の上道で、落城、城をまくだにというときには、押し込みの裏切り者を引き出して首をはね、それから城に火をかけて自陣する。けれども、北条の場合は、城をまくだにと話が違って、 幸福会場というのである。しかもなお裏切り者を地祭りにあげる。人情誠に哀れむべしであるけれども、いわば幸福に対する不満の意、不服従の表現と認められても仕方がない。北条型には知者がなく、何事につけても角が取れぬ。こういうことに敏感で、特に根に持つ秀吉だから、 関白を恐れぬ不届きな奴場だと腹を立てた。そこで、秀吉は制約を裏切り、武蔵、相模、伊豆三国を与えるどころか、領地は全部没収、宇治政宇治照に死を命じる。けだし、織田信雄の存在が徳川家康の動き出す根に当たるなら、北条氏の存在は火星を煽る油のような危険物。 特別、秀吉の神経は鋭い。そこで制約を無視して、北条氏を断絶せしめてしまった。顔を潰したのは女水である。けれども、剣謀術数は陛下の習い。まして、家康に火の油。明らかに後日の過婚であるから、これを除いた秀吉の政策、上場のものではなくても、 下作ではない。剣謀十数にかけては人に譲らぬ女水のことでくのわからぬ男ではないけれども女水は大いに悲願だ「俺の整えた和んだから俺の顔を潰したのだ」とことごとに自分の男の滴るように自分の行く手のさがるようにしむける秀吉。 ボングにあらぬ助水であったが、秀吉との行きがかり、ひがむ心はどうにもならぬ。心中は、甚だひねくれて、含むところがあった。秀吉は、公領、態度のごとくでありながら、また、小さなことを根に持って、根気よく復讐を遂げる男でもあった。範秀の裏切りを、次男、様之助の密告でしくじった。 この怒りが忘れられぬ。そこで女水を呼び寄せたが、襟にえって女水を呼ぶとは。秀吉は無心であったかもしれないが、これはくどいやり方だ。はて、なんと言ったなあの小僧め。憎むべきやつ。首をはねてこれを持て。ああ、あの小僧、さようですか。承知いたした。 女水は引き下がったが、父の範秀。これは、落城の時、宝城の手で殺された。しかし、長男の新六郎はまだ生きて、これは厚遇を受けている。何食わぬ顔。新六郎を古外へ呼び出して、出し抜けに一刀両断。万官小物もも、至って痛恨、秀吉その人を切断寸断する心。 水はあっきの形相であったしし心中の虫しめ死体を蹴って首を拾い秀吉の元へぶら下げて戻ってきたははてなこれは長男新六郎の首と違うかはあ何事でああやったなチンバめ。秀吉は膝を立てて叫んだ 俺に注意の心録の大きさはなぜ殺したこれはしたりさようでしたか助水はいささかも動じなかった冷静水のごとく秀吉の顔を見返して軽く一礼とんだ人違いをいたして相すまぬ死でござったあの様之の助は父の悪逆に中高の喜怒に立ち 父兄の除名を恩賞に忠義の道を尽くしたけなげな若者、年に似合わぬあっぱれな男でござる。この新六道目は父紀秀とはかり死刑を討った裏切り者、かようなやつが生き残っておれきれきとの同席、本人の貫ようぐしはさることながら、同席の武変者が飛んだ迷惑などと考えておりましたもので。 殿下のお言葉よく承りもせず、新六郎と勘違いをいたした。いやいや、年がいもないとんだ粗相、またとぼけおる、チンバメ。秀吉は叫んだが、追及はしなかった。チンバメ、顔を潰してふてくされておる。持って生まれた工地、戦略、政策にかけて人並み以上に暗からぬやつ。 いささかの顔をつぶして悲がむとは。秀吉は腹で笑ったが、女水は新六郎の首をはねて、いささか重なる鬱を参じた。家康に巡る天運をしきりに望む心が、老いたる彼の悲願となったが、その家康はさすがは器量が大きかった。宇治政は切腹。 セシ・ウジナオは、荒野へ追放。このウジナオは、家康の娘の婿だ。一家断絶、聖約無視は、信長など乱用の手で、洗礼に乏しからぬことではあるが、味方によれば、家康の手をもぎ、爪を剥ぐやり方、家康の勘に響かぬはずがない。けれども、家康は平気であった。 秀吉が家康を呼び寄せて北条断絶、氏直追放の旨を伝え、内直は貴殿の婿、まこにお気の毒だが、というと、いやいや殿下、是非もないことでござる。思えば殿下の年頃な小生三か年、上洛に大勢ぬばかりか、市民に兵を差し向けて私利首党に老ける、ついにご成敗を被るは自業自得。 誰を恨むところもござらぬ。一命生きながら得るは幸運、誠にありがたいことでござる。と言って、うやうやしくお礼に及んだものである。家康は、人のふんどしをあてにして、相撲を取らぬ男であった。利用し得るあらゆるものを利用する。しかし、それにすがり、それに頼って生きようという男ではない。 松田紀秀の裏切り露見の方を聞いて、家康は家臣たちに交差とした。小田原城に地匠がおらぬものだから、秀吉勢も命拾いをしたものだ。俺だったら裏切り露見を隠しておいて何食わぬ顔、秀吉の軍兵を城中に引き入れ皆殺しにしてしまう。秀吉方一万ぐらいは失っておる。裏切りなどは当てにするな。 と言った。貴策十王の男であるゆえ、奇策に頼らぬ家康。彼は体当たりの男である。氏名ずれ、信勝ずれの同盟がなくて生きられぬ俺ではない。家康は自信、覇気満々の男であった。小田原落城。約束のごとく、家康は勘八州をもらう。 落城が七月六日。家康が家臣全員引き連れて江戸に移住完了したのが九月であった。その迅速に秀吉は度肝を抜かれた。移住完了の法を受けると、折から秀吉は食事中であったが、箸をポドリと落とすのはこういう時の約束で、秀吉はしばし呆然。 あの、タヌキのやることばかりは、見当がつかぬ。思わず、超体側に及んだという。助水には、ビた一文、恩賞の差だがなかった。今日は、以上でございます。この他にも、坂口安吾をはじめ、吉川英治。 山本周五郎の諸作品を朗読しております。ぜひそちらもお聴きください。